これパンだよ。じゃあエリアは会社の近くなので会社に帰って食べたいと思います。帰るよ。はい、買ってきました。見てこれ、ちょっとこれがね、もう画面いっぱいいっぱいでしょ。こんな感じです。80センチの超ロングの中にね、この長さと同じソーセージが入ってるフランスパンです。と、これごといくか。こんな感じです。とね、手前からたこ焼きパン、次お好み焼きパン、あとカシミールカレーの入ったパン、カレーパンと田舎物っていうなんかごまとお芋のパンと、あとレーズンブレッド、ものすごい重かったでしょこれ、レーズンブレッドと、あとカツサンドです。よいしょ。はい、ということでですね、今日はグーテルブレさんのパンを食べてみたいと思います。いただきます。ちょっとこれから行こうかな。全然収まらない。長いさ、バケットを食べた時を思い出しますね。これはずれないでしょうけど、いただきます。うん、もちもちだ。うん、うん、結構ハード系のフランスパンですね。カリカリ、ちょっとカリカリ、中もちもち系です。うん、ソーセージ味が結構濃い、美味しい。ちょっとね、マスタードソースが入ってますね。マスタードそんな辛くなくて美味しい。私の身長がさ160ぐらいなんですね。だからこのパン2本で私の身長と同じぐらいの長さがあります。こんな感じですね、断面は。断面こんな感じになってます。ソーセージが長いのがね1本入ってるんですよ。うん、なんかお店のね、あのパンを取るプレートに全然上手に乗らなくて、ほんと焼きたてだとちょっと、ま、これよりもまだ柔らかいので落としそうになりました。これ、おにゃーんってなって。この手前のこれから行こうかな。これ田舎物っていう名前のパンです。こんな感じになってます。すっごいごま。いただきます。あ、結構周りは生地は外固めですね。もちもち系かな。いただきます。結構食べ応えがあるやつです。噛めば噛むほど甘いみたいな。ごまの香りと、噛むとごまの香りと、あとお芋さんの香りがして、ほんと素朴な感じです。うん、うん、めっちゃいい匂い。結構ずっしり重いんですよね。このままいきます。うん、すごいお芋。ん、真ん中の方の芋率がすごいかも。すごい、すごい芋ですね。見て、めっ
ちゃ、このダイスカットのお芋さんが超いっぱい入ってますよ。パンチョよりなんかちょっと和菓子というかアンパンみたいなぐらいのお芋さんがいっぱい入っとって、なんかね、ハード系の生地のはずなんですけど、お芋さんがすごい甘くて柔らかくてしっとりしてるから結構ガンガン食べれちゃう。いやー、めっちゃボリューミーだった。さてさて、次はどうしようかな。カレーパン、なんかテレビでも紹介されましたっていう風に書いてあったんですよ。カシミールカレーパン、これもちょっと切ってみましょう。開けるよ。じゃーん、結構ぎっしりカレーが入っとる。あとなんか周りのパン生地の中にレーズンがいますね。食べてみますね。あー、めっちゃいい匂い。いただきます。結構辛いんですけど、すっごいフルーティーですね。でプラスなんかこのレーズンがね、あの辛さの中にちょこちょこ顔を出すんですけど、甘いのがいいアクセントになってて超美味しいです。めっちゃいい。これはすごいなんかこだわりが詰まってる感じがする。これ美味しい。美味しい。よくあるカレーパンとはね、また一味違う感じのやつでめっちゃ良かったです。次これにしようかな。お好み焼きパン、なんかすごいさ、くるまってるんだよ、ま、中にこんな、あ、なんか桜エビがいっぱいいる。じゃん、ぎっしり焼きそばかな。そっか、ほんとお好み焼きの具みたいなのが詰まってんのかな。焼きそばと紅生姜、違う、エビかな。上にもソースがめっちゃかかってるから、ちょっと食べにくそう。いただきます。あ、かつお節とかもめっちゃ入ってるんだね。キャベツも入ってる。ふかふか系のピザ生地みたいなパンにモダン焼き的な焼きそばとかキャベツとか入ってるね。具がふんだんに入ってるパンです。ごめん、エビだらけこっち。なんかね、ネギのシャキシャキとね、あのソースの香りと鰹節の香りが何ともお好み焼きな感じのパンでした。次これにしようかな。今度これたこ焼きみたいなパン、揚げパンかな。紅生姜の色してて、見て、このちゃんとたこがいるんですよ。たこ焼きだ。はい、めっちゃピンクですよ。タコいっぱい入ってるわ。さ、なんかね、触った感じはサーターアンダギーみたいな、外側は。でも、だいぶもちもち。おいしい、これ。ドーナツ系ですね。揚げてあるんですけど、生地すごい、外カリカリなんですけど、中めっちゃもちもちで、やっぱ紅生姜ですかね、これ。めっちゃタコがいい香りしてる。
すごいタコだらけ。これ焼きたて食べてみたいな。美味しかった。なんか普通のたこ焼きともまた違う感じでね、なんか唯一無二の食べ物でしたよめっちゃ美味しかった。次これいくか。すっごい分厚いカツサンド、結構な厚さ。こんな感じです。いただきたいと思います。すごい熱い。いただきます。めっちゃ柔らかい、このカツ。めっちゃ柔らかい。超なんかほぐれる。おいしい、おいしい。なんかね、パンを噛む力と同じ力ぐらいでこうカツがいける柔らかさです。どうやって、めっちゃしっとりしてます、カツが。最後レーズンブレッドだよ。じゃん。これもすごいいい重さ。バーン。パキャン。キッシリレーズン。すごいね。これどうしようかな。ちょっと半分食べて半分焼いてみますかね。ぎっしりレーズンが入っとってずっしりしとるパンです。いただき。めっちゃレーズン。なんかバターの香りがめっちゃする。うまい。どこ食べてもめっちゃジューシーにレーズンですね。じゃあこの2つをね、焼いていきたいと思います。めっちゃ美味しそう。じゃん、レーズンブレッド。美味しそう。バターも、よし、いただきます。あー最高。レーズンとバターがめっちゃうまい。レーズンたっぷりでめっちゃ美味しかった。
ごちそうさまでした。あーめっちゃ美味しかった。今日ね買ってきたパン、グーテルブレさんの中のほんの一部で、もうお店の広さもめっちゃ広くてね、なんかすごい種類のパンを売ってたんですよ。なんでね、また機会があったらお店に行ってみたいなというふうに思いました。私の好きなねラウンドパンもありました。はい、でね全体的にお値段もそんなめっちゃ高いパン屋さんっていうわけではないです。あのこんぐらいあったあのフランスパンもなんとなんと480円なんですよ。田舎者もね、あのパンもお芋さんがいっぱい入ってるんで、すげえ食べ応えがあります。そんなお腹にたまんないかなと思ったんですけど、まあまあお腹がいっぱいになりました。ロングフランスパンはね、あの長いソーセージのやつは一応そのまま持って帰ることもできるし、切りますかって言われるんでお願いすれば切ってくれます。でもね、なんかあのビジュアルはね残して持って帰って、こうみんなにびっくりしてもらいたいですよね。はいはい、それではお腹が空いたらアーモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は久しぶりのパン屋さんのパンの回でした。あ、そうそう、今回のパン屋さんの情報はね、ライブミーっていうあのライブ配信のアプリの時にね、視聴者さんからいただいた情報で、はい、でちょっと調べてみて面白そうと思って突撃したんですけど、こんな感じでね、また視聴者さんからいただいて、書いちゃった、こんな感じでね、また視聴者さんからいただいた情報をもとにですね、お店に突撃してみるとか食べてみるみたいなのもどんどんやっていきたいと思うので、また次の動画も見たいよという方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。